グランドクロスプレミアムは2009年1月21日に稼働を開始したコナミデジタルエンタテインメントのメダルゲームである。全体図前作グランドクロスの後継機続編にあたりシリーズ2作目となる。16ステーション最大32人まで同時にプレイ可能なプッシャーゲームである。直径約6.4メートル、高さ約3.8メートルと これまでの業務用のメダルゲーム機としては類を見ない大きさでプッシャーマシンとしては世界最大級の筐体サイズとなっている。また、コナミのネットワークサービス E アミューズメントに対応しており、ジャックポット、核、プレミアムモードなどの獲得枚数ランキングが集計されているほか、オンラインでのバージョンアップが行われている。さらに、今作から E、 アミューズメントパスにも対応し、ジャックポット、核、プレミアムモード等各種データの閲覧などが、各ステーションでできるようになった。統計機のグランドクロスクロニクルの稼働開始に伴い、大多数の店から姿を消したが、ドリームスフィアグランドクロスの稼働開始と同時に、ドリームスフィアと同様に、一部サテライトを差し替える、形で一部店舗で復活している。 ただし後継機と違いお財布形態による w e アミューズメントパス認証や2016年4月発売の3代目 E アミューズメントパス2018年10月サービス開始のアミューズメント IC にそれぞれ対応していないのでその点は注意16のステーションは4つのプラネットに分けられておりそれぞれのプラネットで異なる演出を楽しむことができるレバーで 投入位置を調節し、プッシャーフィールドにメダルを投入する。チャッカーにメダルが入ると、スロットが回転する。最大10回転まで保留可能で、ステーション画面左にストックが表示される。ストックがいっぱいになった状態からさらにチャッカーにメダルが入ると、スロットでのメダル当選枚数がアップする。ただし、チャッカーに入ったメダルは、 他の多くのプッシャーゲームとは異なり内部に回収されるので、それを考慮に入れる必要がある。通常図柄の当選後、再抽選に突入する場合があり、ロケットが3台中1台でも発射されれば、昇格。稀にロケットが3台とも落ちた場合でも、昇格することもある。スロットで、フィーチャーが3つ揃うと、レッドビンゴカードを成長できる、フィーチャールーレットとなる。 ボタンでルーレットを止め、オッズに停止すると、レッドビンゴカードのオッズに加算される。それ以外でも、ビンゴラインのボーナスに追加されていた前作とは異なり、即時効果を発揮する。フィールドからボールが落ちるか、スロットで S を3つ揃える、フィーチャールーレットで、ダイレクトサテライトチャレンジが当選することで、ステーション前方にあるサテライトで抽選が行われる。 サテライトチャレンジに突入する。1、9の数字と JP チャンスの10個の穴がある外周にボールが投入される。ボールがそれぞれの数字に入った場合は、その数字と対応するビンゴカードの数字が埋まり、縦、横、斜めのいずれかでビンゴすると、そのラインに応じたボーナスを獲得することができる。どちらのカードもビンゴしなかった場合は、十五枚が、 払い出される。JP チャンスにボールが入ると、筐体中央の大型抽選機構を用いた、グランドジャックポットチャンスに突入する。どの数字のポケットに入ると、どのようなボーナスが得られるかは、ステーション画面、各ポケットの点灯する色で判別することが可能である。金色のスペシャルボールを、フィールドから落とすか、スロットで7を揃えると、 スペシャルサテライトチャレンジとなる。基本的には、通常のサテライトチャレンジと同じだが、1.2、3.4、5.6、7.8、JP チャンスの5つのポケットしかない内周に、ボールが投入される。なお、9のポケットはないので、9のみのリーチは2つ並んで入ってビンゴしない限り、美味しくないものを引くこととなる。 なお、スペシャルサテライトチャレンジでは5ラインビンゴが可能である。数字のポケットに入った場合は、ビンゴカードの2つの数字が同時に埋まるため、ボーナスが得られやすいほか、グランドジャックポットチャンスへの確率も1、5に上昇している。どちらのカードもビンゴしなかった場合は、50枚が払い出される。サテライトチャレンジで、JP チャンスにボールが入るか、 ブルービンゴカードで3ラインビンゴになると、筐体中央の抽選機構で大きなボールが発射され、ボールの入賞したポケットによって様々なボーナスが得られる。いずれかのジャックポットが当選すると、ジャックポット枚数は初期値に戻る。この時、各ジャックポットの初期値からの増分が計500枚未満の場合、ゴールドジャックポットに500枚が加算される。今作から、 キャリーオーバー制度が導入され、両、ジャックポットが最大貯留枚数に達した場合、当該ジャックポットに本来加算される枚数が、次のジャックポットへ繰り越しされるようになった。グランドジャックポットチャンスで、ボールがプレミアムチャンスに入賞すると、プレミアムチャンスとなる。センター画面で、スロット抽選が行われ、それに応じたボーナスを獲得することができる。今作では、 プレミアムモードが、レギュラー、プレミアムモードと、スーパープレミアムモードの2種類になった。このモード中は、メダルマークが高頻度で3つ揃うようになる。通常のスロットと同じように、ストックが1杯の状態でさらにチェッカーにメダルを入れる、ことで払い出し枚数が上昇し、メダルマークの色が、銅、銀、金の順に10枚20枚30枚の払い出しとなる。 数字が揃った場合は、通常時と同じく、スロットストックの色が、銅、銀、金の順に30枚、50枚、70枚の払い出しとなる。なお、スロットの数字は1、3、5、7、9のみとなる。このモード中のサテライトチャレンジは、モードの継続、終了が抽選される。継続の数字のポケットに入ると、プレミアムモード継続。 終了の数字のポケットに入ると通常のスロットに戻る。また JP チャンスはモード継続の上でグランドジャックポットチャンスに突入する。どのポケットでも入るとメダル100枚が払い出される。スペシャルサテライトチャレンジはすべての数字のポケットが継続となる。プレミアムチャンスでレギュラー、プレミアムモードの図柄が当選するか。 ブルービンゴカードで4ラインビンゴになると大量メダル獲得が期待できるレギュラープレミアムモードに突入する。レギュラープレミアムモードは偶数数字が終了で固定されており、それ以外の奇数数字図柄の当選時はサテライトチャレンジの継続終了のポケットが入れ替わる。このためレギュラープレミアムモードは終了が最初から 偶数数字の4箇所も固定されている上に奇数数字が当選するとさらに終了が増えるため大量メダル獲得はあまり期待できない。グランドジャックポットチャンスでは通常と同じ抽選が行われるがプレミアムチャンスに入賞した場合はスーパープレミアムモードに必ず昇格する。プレミアムチャンスでスーパープレミアムモードの図柄が当選するか レギュラープレミアムモード中にプレミアムチャンスに入賞するブルービンゴカードで5ラインビンゴのいずれかになると大量メダル獲得がより期待できるスーパープレミアムモードに突入するスーパープレミアムモードは偶数数字のポケット4箇所すべてが継続で固定されており奇数数字図柄の当選時はレギュラープレミアムモードと同様にサテライトチャレンジの 継続、終了のポケットが入れ替わる。スーパープレミアムモードは、最初から、すべてが継続の上、偶数4箇所すべてが継続で固定されているので、今までのプレミアムモードよりも大量メダル獲得が期待できる。グランドジャックポットチャンスでは通常と同じ抽選が行われるが、プレミアムチャンスに入賞し、再度、スーパー。 プレミアムモードを引いた場合はすべて継続にリセットされ再スタートとなる。ただしその一方で、レギュラープレミアムモードを引いた場合は、レギュラープレミアムモードに降格してしまう。E、アミューズメントパスを使っているときは、グランドジャックポットチャンス楽曲4曲から1曲選択できる、L ボタンで楽曲選択、R ボタンで楽曲決定、この操作は、 フォーチュントリニティでの世界遺産モード楽曲選択方法と同じ。ただし制限時間は約4秒。4秒をオーバーした場合、タイミングによってはリクエストを受け入れられない。なお、GJP チャンス待機中の時は、なぜか時間に余裕を持って選択できる。曲を選択後に違うステーションも GJP チャンスに入り、 曲選択されるとそのステーションで選んだ曲になる。スーパープレミアムモード獲得枚数が3000枚を超えるとマシン全体の BGM もこの曲になる。レギュラープレミアムモード獲得枚数が3000枚を超えるとマシン全体の BGM もこの曲になる。2010.0 21のオンラインアップデートにより新たに追加されたグランドクロス グランドクロスプラスのジャックポット楽曲。この演出に限り、メダル払い出し中の楽曲が、フニクリフニクラとなる。参考1、グランドクロスプレミアム使用楽曲リスト。参考2、グランドクロスプレミアム JP 楽曲リスト。参考3、グランドクロスプラス使用楽曲リストギャラリーページ。参考4、グランドクロスプラスフロムビーマニページここで設置点が、 すべて見られます。ありがとうございます。